平戸王冠は、江戸時代に整備された街道の一つ。非全国松浦軍費の裏からへ向かえ、さざ、廃棄を経て枯れ木根軍枯れ木根で、長崎街道に合流する、およそ14里の道のりで、途中に本人が6カ所、一律家が13カ所、置かれていた。平戸街道とも言う。現在は、国道204号、国道35号及び、 国道205号の一部が並行しているが、コースが変わった箇所も多い。なお、2000年の日蘭交流400周年記念事業の一環として、東欧間に並行している国道204号を、含めた平戸市佐世保市聖市長と議津町、長崎市を結ぶルートが、オランダ街道と命名された。平戸藩市松浦市の参勤交代や、長崎近番への往来に主に用いられた。 平戸城からは、平戸瀬戸を船で渡って、対岸の扉町妃の裏に上陸、ここから陸路で平戸王冠を通った。平戸藩関係者以外では、1813年に井上忠孝が沿岸測量の都市に通過し、途中の江迎町内で木星観測を行っている。また、1850年には、吉田松陰が平戸遊学寺にこの王冠を利用した。 日の浦本人は平戸から渡ってくる大名行列の要因が平戸瀬戸を渡りきるまで待ち合わせるところである。朝より平戸からの渡航が始まり、昼前に全員が集合。昼過ぎより出発するスケジュールが多い。日の浦本人は明治までに解体されて現存しない。一行は本人裏の急坂を登りきり、第一上に進む。旅人から見下ろされないよう、 本人の裏手には、塀が築かれており、これは現存している。第一条を東に向かい、笠松天神社付近で、伊万里経由の平戸街道と分かれる。全国的には、伊万里、唐津経由の平戸街道の方が知られているが、地元では唐津街道と呼ばれることが多い。分岐すると第一条を南下し、本山一律下を通過する。ほとんどの区間は、指導として活用されているが、 一部に廃堂がある。この廃堂の区間に、行き争奪戦に参加した、津島の胸埋名一行が打ち死にした、戦場跡があり、供養塔である、津島,島,島が建っている。廃堂は、M 迎町境にまで達しているが、町境の手前の区間は、大正期に築造されたため池の底に水没している。滑水期には、かつて街道の並木だった松の切り株が、水面に現れるという、 m カエ町内に入ると、宿場に向かって、急坂を一気に下る。この坂は、長坂と呼ばれ、自動車では一気に登れないため、県道228号線は連続ヘアピンカーブとなっている。長坂を降り切る少し手前には、長坂一律下があり、井上忠たが、木星の観測を行おうとしたが、鈍転のために断念した地点でもある。長坂を降り終えると、m カエ塾である。 エムカエ本陣は、エムカエ塾より北に離れた山下家の酒造場に併設されている。完全に現存している唯一の本陣でもある。エムカエ宿裏手の丘陵地を上り下りしながら、エムカエ側に達すると、あとは延々とエムカエ側側を伝って、エディ峠まで向かう。かつては、国道204号との交点で左岸に渡っていたと言われるが、渡り切ったすぐそばに、 平戸八景の高岸があり、頻繁に崩落していたことから、右岸ルートになった。ほぼ現在の県道を227号線と同じルートで進むが、山の大地立下を過ぎたところで左折し、一気に襟峠まで登りきる。襟峠付近は、緩やかな峠道として、長道とは別ルートで現存している。峠からの下りルートは、 佐佐川支流の一ノ瀬川の谷を通るが、時代によって佐岸ルートと宇岸ルートが頻繁に変更されていたと見られる。佐佐川に達する前に右折し、山麓を縫うように西へ向かう。途中の一ノ瀬洋は、瀬戸焼の再興を図るために、有田への潜入を計画していた加藤民吉が潜伏し、修行したところと言われる。佐佐本人は、 サザの街中から遠く離れた鴨川にあったと言われるが、痕跡は全く残されていない。サザ本人を出ると、国道204号と同じく、サザ川右岸の断崖を南下する。古川一律下を過ぎて、古川渡しでサザ川を渡る。サザ本人は常に使われるとは限らず、サザ川が氾濫した場合に、水が引くまで待ち合わせるところという性格であった。ここでサザ川から離れ、 平野の東端部の丘陵地を進むが、現佐座中学校裏から、東高寺、三柱神社参道まで、狭い町道として残っている。国道沿いの口石一律下を過ぎてから左折し、半坂峠へと登る。半坂峠は、宗家松浦が平戸松浦を迎撃した、古戦場である。半坂峠を下ると、嘘越を迂回してきた、国道204号と、再び合流する。 本山の住宅地を抜けると愛裏側に達し、渡るとすぐに中里塾である。中里本人は、現在も続く造り酒屋に位置していたが、明治期の失火で全焼し、レンガ積みの洋風工場に建て替えられたために、現存しない。ここまではどんな峠道も、南北へ貫いてきた王冠だが、さすがに、小官学、田島学、弓張竹連邦を乗り越すのは難しいため。 相浦川沿いに、東へ迂回する。中里の島地を抜け、相浦川の砂岩を進むと、やがて丘陵に達する。丘陵を登り詰めると、吉岡一里塚。下っていくと、左石に達する。対岸の左石宿に渡らず南に曲がると、境木峠を乗り越えて、北松浦郡から、東その木軍に入る。大村氏が混流した春日神社前をすり抜け、 佐世保川の佐岸に渡る。断崖の中原を行く王冠は、現在も、指導として機能し、狭いながらも、交通量が多い。断崖の中原に、田原一律家がある。ここを乗り切ると、亀山八万宮あたりから平地が現れる。ただし王冠は、丘陵地を迂回しながら進み、八幡宮、西方寺をすり抜けて、大館屋敷に到達する。佐世保本人は、 大観屋敷から神殿を突っ切り、佐世保川の田元に位置していた。明治期の都市計画によって減損しない。大観屋敷裏より、宮地岳神社へと登り、面接谷を通過して、ハ山に至る。小佐世保谷を横切ると、最も長い急勾配と言われる峰の坂の登り口に達する。この坂は、自動車の倒範できない、急勾配で、舗装も二輪対応となっている。 峰の坂を登り切ると、大山積神社に達する。ここから、しばらく丘陵を進み、佐世保湾を見下ろす茶屋、籠立場が設けられた。緑坂を下ると、藤原はじめ里塚のある天神山に連なる暗部を南下し、現 JR 佐世保線複席トンネル付近で平地に降りる。日中隙きの旧国道を過ぎ、ほぼ佐世保線と並行して進むが、猫山から一つ。 丘陵を乗り越して、脇崎一里塚に達する。干拓地であった大東神殿を迂回するように、丘陵地を進み、廃棄村へと入る。原国道35号廃棄バイパスと直行するように、暗部を南下し、石畳の坂を下ると、廃棄塾の街中に入る。廃棄本陣は、江迎本陣と並び、藩主が必ず泊まる、本格的な本陣であった。 度重なる廃棄の火災によって失われたが、門だけは被災を免れ、広田の住吉神社に移設された。廃棄本陣の特性から、廃棄軸は鍵型道路で構成されている。廃棄本陣の南の外れに、廃棄一律下がある。これを過ぎると現廃棄駅構内を斜めに横切り、小森川を渡って現広田小学校の丘陵に分け入っていく。 ベッドタウン化した広田町内には、痕跡が全く認められない。裏川地の谷を抜けて、旧佐世保刑務所構内を横断し、さ先の峰峠へと登り始める。さ先の峰峠は、平戸藩と大村藩の境にあるため、藩書峠の通称で知られる。藩書は廃止されたが、堺石やお手つき石などの遺物は、近隣の民家が保管している。大村寮に入ると、 宮の町中に入る直前に左折し、八幡岳の峠道に向かう。峠に宮村坂一律家が立ち、その先には、いっぱい水と呼ばれる湧き水もある。これより、一気に、川棚の町へ下るが、大村の殿様が馬室とも転げ落ちたという、エピソードがある。走り落ちてと呼ばれる急坂がある。国道二百五号が開通して以来、ほとんど交通が途絶えているため、 ちょうどは走り落ちてを迂回して設置されている。玄川棚小学校脇に下ってくるが、ここは大村寮のため、松浦藩主は川棚の代官や庄屋から休憩の接待を受けた。川棚川を渡り、右折して少し進むと、丘陵の登り口に雪秀に一律家がある。その丘陵の坂を上り下ったところに、包みがある。 ここから川田名町百津里と川田名町小根ごと号の境界に沿って王冠が続き、進んでいくと国道205号線に出る。この後少し進むと平戸王冠は東その議場小根ごと号の入り口左手にある国道に沿った坂の小道に入る。ここに入って丘陵を越えて下っていくと男と裏の集落がある。その先の男と裏の集落の出口付近。 国道左側のり道を少し登ったところには、塚本はじめ里塚がある。大冠路はその先の採石場の裏側を通るが、現在は通行できなくなっている。縦上花までを海岸沿いに進んでいくと枯れ木ね宿が、開けてくる。街中を通過し、長崎に向かう長崎街道と交流する地点には、市安橋が架けられており、三勤交代の際は左折。 長崎近盤の際は直進となる。また、ここから都議津までは船が出ていた。ありがとうございます。